シュレースビヒ地方とホルシュタイン地方ホルシュタイン、低地ドイツ語、ホルスタイン、デンマーク語、ホールストン、ラテン語及び古典的な英語、ホルセ社は、エルベ川とアイダー川の間、現在のドイツのシュレースビヒホルシュタイン州の南部地域を言う。同州の州とキールは、ホルシュタインの代表的な都市でもある。また、ハンブルク市は、この地域のすぐ南にある。その名前は、 アングロサクソン語のホルトエストンすなわち森の住人と同義の定地ドイツ語の言葉に由来している。ホルシュタイン伯爵家の文章ホルシュタイン、つまりエルベ川の北に位置した古代作戦の一部は800年頃カール大帝によって征服された。ホルシュタインは13世紀初頭にはデンマークによって占拠されはしたが1111 11年から1474年まで 新生ローマ帝国の一州で、その後は1806年の帝国解体まで帝国直轄のホルシュタイン公国だった。1460年以来、ホルシュタインはシュレースビヒ公国と共に王としてではなく、公家としてその地を支配したデンマーク王によって相続された。二つの公国はデンマーク王家によって相続される中で、一部はデンマーク王家の支配下に、 他はこの王家の分家たる、ホルシュタインゴットルプ家の下にそれぞれが、さらに分割された。ホルシュタインゴットルプ公は、大北方戦争の結果、1720年に、シュレースビヒウチの領地を、デンマーク王家に引き渡すことを強いられたが、公はキールに移り、1773年まで、ホルシュタインウチの領地を保持した。しかしデンジンは、特に、ホルシュタインゴットルプ公が、 ピョートル三世として1762年にロシア皇帝になって以後、シュレースビヒウチの失われたゴットルプ領を回復するため、デンマークの攻撃を計画し始めると、自らの領土を完全なものとすることを熱望した。ピョートルはその妻エカチェリーナ二世によって、すぐに権力の座から引き下ろされたが、デエン人はこの問題を自身の手で取り除くことを決意した。 1773年にホルシュタイン全土を支配下に収めるため、彼らはオルデンブルクをホルシュタイン内のゴッドルプ領と交換した。1815年から1864年までホルシュタイン公国はなおデンマークと同君連合であったがドイツ連邦の一部でもあった。1863年のデンマークオフレゼリク7世の死の結果、 シュレースビヒとホルシュタインの相続権が争われた。シンオ王クリスチャン9世は、女系でもって、デンマークの王位を主張した。王家の他の系統であまり有力でなかった、アウグステンブルク公クリスチャン・アウグスト2世がそれら2つの広告を要求すると、間もなく、ドイツ連邦は、プロイセンとオーストリアに引き入られ、デンマークとの戦争に踏み切り、1864年に、素早く、 これを打ち破って、両公国を活上させた。しかしながら両公国は、結局アウグステンブルク港には与えられず、オーストリアがホルシュタインを占領、管理し、一方、プロイセンがシュレース比比を同様にするという協定が、プロイセンとオーストリアの間で1865年に締結された。この協定は1866年の広島戦争で終わりを迎え、 プロイセンにシュレースビヒとホルシュタインの両国が組み入れられることになる。なお、伝統的に牧畜や落農が盛んな地方であるが、世界的に有名な牛のホルシュタイン種は、この地方原産ではない。ただし、馬のホルシュタイン種は、ホルシュタイン州原産である。ありがとうございます。